やってきました、矢吹町です。今日は駅からすぐ近くのカフェということなんですが、行ってみましょう。 JR 矢吹駅から歩くこと3分ほど。ようこそこちらが、矢吹町の大正ロマンの館という施設になります。ここがそうなんですね。すっごく洋風でおしゃれな建物ですね。こちらの建物は大正9年に建てられたもので、30年ほど前から大正ロマンの館として町民に親しまれてきました。いや、大正時代にタイムスリップしたかのような素敵な建物ですけれども、どんな風に使われてたんですか？大正9年頃に建築されてからは、館院という病院として使われていました。現在は無料で開放され、当時の駅や役場など矢吹町の歴史を感じる写真が展示されています。実はこちらの建物、東日本大震災で大きな被害を受け、一時は取り壊しの危機に直面しましたが、町民から存続の声が上がり、現在は公共施設として大切に管理されているんです。この施設を起点として多くの方々に来ていただけるようなところになってほしいなというふうに考えております。そんな大正ロマンの館に今年5月にオープンしたのがリリカフェです。リリカフェのオーナーで矢吹町出身の長尾博之さんは、県内外のイベントでワッフルやドリンクを販売するキッチンカーも運営してきました。この場所でリリカフェをオープンさせて、矢吹町の駅前を知ってもらったり歩いてもらったりしたら嬉しいなと思ってました。13年前にはまちづくりの団体を立ち上げ、町内を拠点としたイベントを年に20回ほど企画しています。街中でもっと賑わいを作っていきたいなと思っていたので、本当にこの場所でカフェをオープンすることができてとても嬉しく思います。お店の一押しメニューはスープカレー。6種類のスパイスを配合し、ナスやカボチャなどの野菜はほとんどが地元産、お米も町内で採れた一目惚れです。いただきます。スパイスの辛さの中にマイルドさもあってコクが深いですね。かぼちゃもとっても甘くて美味しいです。この他ワッフルはキッチンカー時代からの自慢の一品、自家製の滑らかなさつまいもクリームや食感を残したリンゴのコンポートはワッフルとの相性が抜群です。インスタで見て気になってきました。すごく落ち着いてておしゃれなカフェだなって感じました。歴史のある建物ですので、そんな中でゆっくりとこうお茶をしながら時間を過ごしてもらったらいいなと思っております。